アカデミックフリーライセンスは2002年に当時オープンソースイニシアティブのホームコモンであったローレンス・イーローゼンによって表された許容的フリーソフトウェアライセンスである。このライセンスでは BSD ライセンス、MIT ライセンス、イリノイ大学、NCSSA、オープンソースライセンス、アパッチライセンスと同様の権利が保障される。 すなわちこのライセンスで許諾された著作物を独占的なライセンスで許諾されるプロプライエタリーソフトウェアに転化させることができるのだが AFL ではそれらのライセンスの諸問題点を解決することが目標とされている AFL で目指されているのは以下の事柄である AFL バージョン1.2と2.1は GNU、GPL と互換性はないフリーソフトウェア財団は バージョン3.0にはコメントしていないが、エリック・レイモンドによると、GPL 互換である。しかし、2006年中頃に、OSI のライセンス拡散委員会によると、AFL は、他の有名なライセンスを駆読したものであるとされた。リチャード・ストールマン、バリアス・ライソンセス・アンド・コメンツ・アバウト・ゼム、フリー・ソフトウェア・ファンデーション、2007年7月7日、閲覧。エリック、 レーモンド・ライセンシング・ハウト。2007年7月7日閲覧。レポート・オブ・ライセンス・プロリフェレーション・コミティ・アンド・ドラフト・ FAQ ・オープン・ソース・イニシアティブ。2007年8月17日閲覧。ありがとうございます。